始まりました。はい、釣り子 TV をご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。小森さん、明けましておめでとうございます、はい、新年早々人の家に押しかけてきて何でしょう。いやいやいや、去年2022、はい、前人未到の V4 を取った、はい、今乗りに乗ってる小森さんのところに遊びに行こうというおめでたい企画でございます。めでたいですね、もう、はい、言ってる方がめでたいですけどね。忙しい、まず配達回りとかいろいろ、いろいろ忙しい中なので、はいはい、めでたいですね、はい、はい、もう去年がっつりロングタイムで2022の死闘は全部語っていただいたので、はい、2023年の、はい、まあ、今年の抱負というかですね、はい、それに絡めて何かやっぱり小森さんならではのこんな釣り道具が今年来るんじゃないかみたいな、そんな道具につなげると、道具につなげるようなやっぱ釣り子 TV なんで、はい、まあ本当今のところリールフリーダムっていう感じで、はい、小森さんルアマガの記事なんかも読みましたけど、はい、あれはすごい感銘を受けたというか、その最上位機種じゃなくてもトーナメントは勝てるみたいなすごいとこ切り込んでたなと思って。まあそうですね、だって、はい、まあ、ね、リールのサポート、まあ、自分もリールのサポートもらってましたけど、やっぱねこの高級なサイエンドモデルを使ってる人たちにこう、はい、自分でそれた道具で戦っていくっていうのはまさにこう僕の長いものには抗いというこのね、やっぱり立ち向かっていくっていうのはそういうことなので、いいものって全部揃ってる人たちに、まあそのなんていうのか、立ち向かえなかったらダメですよ。その道具じゃ勝てないよっていうのはもちろんあるんですけども、全然戦えるものがあったらやっぱり採用してそれで立ち向かっていきたいっていうのはありますよ、ね、はい。そんな中でやっぱり23年度もいろいろなミックスバックで、はい、でもそれはちょっと口頭でも聞いたんですけど、シーズン直前ぐらいに今年のラインナップがまた小森さんの動画とかで見ることができるっていう感じなんですか。そうですね、道具に関しては、まあリールに関しては、はい、まあ、またちょっと黒田プロにも島野の件とかいろいろ聞きたいことがあって、まあ、教えてね今年の新モデルとか持って、はい、オファーを取ってあるんですけど、なぜね毎年新しいものが出るので、まあ、僕の方もやっぱそのついていってない。ただ毎年新しいもの必要かって言われると全然去年の道具で戦えると思うんですけど、新しいものが出てくるその機能が必要と思った時に手に入れようと思ってるから、それを知っておきたいっていう気持ちはあって、またちょっとリプシャーしてもらおうかなと思ってるし、ダイワさんの商品に関してもやっぱり手に取ってできれば早めに購入して試したいところがあるんですけどもっていう感じですね。フィッシングショーとかでそこら辺も小森さんもエンジンブースにはいらっしゃる。いますよ、はい。あ、じゃあタイミングタイミングでは、まあ時間があればちょっと他のブース覗いたりとかもできたり。そうですね、まああとブース出てないですけど気になってるのは、まあ、グラビアスの、今井さんの作ったオーロラで、あれやっぱグラビアス使ってるのあるんですけども、スプールにシャブとか入ってる、まあ、島野さんとかもそうですけども、ずっと自分アブだったんでスプールがこうセパレートになるタイプを使ってたんで、はい、まあ、巻き心地とか耐久性っていうのは当然スプールシャフトがある方がいいんだけど、はい、そのやっぱ軽さ、初速の軽さっていうのはスプールがセパレートになる方がいいんですよね。なのでちょっとやっぱり軽いものを投げるっていうところにためらいがあったのが、オーロラでかなりそれがスプリットシャフトになって、でしかもダブルボールベアリングとか入って、ダブルボールベアリングについては、はい、どういう印象ですか。まあ本当話題としては、はい、最近新しく出た機構の中でいろんなところが取り上げていて、はい、で噂のリールにも搭載されてるっていうことで、はい、変わるもんなんですか。あれ、まあ、その僕もあんま詳しく知らないんですけど材質もあると思うんですよ。でもすでにいくつか僕のリールそこにある中にもダブルボールベアリング入ってるんですよね。KTF で入れてもらったやつがあるので、やっぱね印象から言うと巻いてる時にシャラシャラ感じます。ああ、まあ二重で、はい、そうですよね。ベアリング。だけど巻き心地とか巻き軽さっていうのは圧倒的ですね。投げ心地の方。まあまあ正直投げる時っていうのは風が吹いたりとかルアーが重かったり軽かったりとかいろんな条件があるじゃないですか。はい。で去年シーズン中に入れたもんですから、正直もう自分の中でトールで投げてるからどんなのを感じてる暇はなくて、どんどん投げちゃってたから投げ心地に関しては。
ちょっとわからないな、はい、はい、より軽いタッチで回せるような感触が、まあ、ありますね、うん、まあ明らかに軽いです。それがじゃあいい結果に超過につながるのかって言ったらそれは何とも言えないですけども、まあ、より乗り心地が良くなった車みたいな感じで考えてもらえればいいんじゃないかと思います。あ、じゃあもしかしたらその2023のラインナップの中に、はい、オーロラ色のあれが、オーロラ色のあれはもちろん入れるつもりでいます、はい、まあ、使ってみて使えたらですけども、まあ、その使えたらって失礼なことに言ってますけど、あの自分に合えば、自分の手に合えば、怖い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 、上から言っちゃダメですけど、ね、はい、使いたいですけど、はい、ただ他の色に関しても、はい、やっぱチューニングっていうのはもともと僕 GPI さんと一緒にいろいろやってきたので、そのボールベアリングをダブルにしたら良くなるとか、スプールを変えたら良くなる、実際、まあ、去年からもハンドル、これに関しては間違いなくそのゼロスのハンドルが良くて、これに変えたことによってパフォーマンス上がって釣りの集中力も増してくるっていうのはあるので、まあ、チューニングに関してはやっていきたいと思ってるんで、ボールベアリングだけ言うならばとても興味がある、リールに関しても俺らを使いたいなとは思ってはいます、使ってみたいなっていう。スプールが KTF のものが、いや、よくね調べてないと分かんないです。あ、ただスプリットシャフトっていうところがやっぱり今までずっと使ってきた某社のリールと同じで、まあ、やっぱりその初速の軽さっていうのは圧倒的に感じるので、まあ、今も実際ダイワさんはほとんどスプールがこうね、あのスプリットスプールというかシャフトが外れるじゃないですか。で島野さんはスルーのこうシャフトが入ってるじゃないですか、はい、それでやっぱりね若干ですけども、これ慣れてきたらそうでもないってみんな言うんですけども、ピッチングとかする時のその力のかけるところが本当にねコンマ何秒か、スプールにシャフトがある方が後ろに持ってこないとダメな感じなんですよ。要はスピードが乗ってから離さないと。でもそのスプリットシャフトというかスプールのシャフトレスのスプールの場合はこう結構軽いタッチで投げてもルアーがサッと早い段階でエビ離してもサッと行ってくれるっていう風に僕は感じてるので、その辺のまあ慣れもあるっていうことをちょっと先に言っときますけど、僕はそのスプールがない、スプールシャフトがない方に慣れてしまっているのでちょっと興味があるという感じです。小森さんの中だとやっぱ我々そのエンドユーザーはいろいろなメーカーの気になるのをいろいろチョイスして使うっていう状況なんで、はいはい、例えば去年1年間の流れで、はい、巻物にはどっちがいいとか、その内物にはどっちがいいとか。あ、内物はもう圧倒的にあのスプールがこうシャフトが入ってない方がやりやすいんですよ。ただ重たくなってくるとそれはあんまりどっちでもよくなってくるんです。重たいとほら振っただけで簡単にルアーにその重みが乗るじゃないですか、はい、本当にも、はい、だけど軽いもの投げようとするとやっぱりこのなんていうかルアーの重みはないから、まあ、反動でこう投げることになるんですけど、その時にそのスプールが初速が軽く回り出す方が飛ばしやすいんで、まあ、ベイトフィンさんはそういう理由で、まあ、軽いスプールを使うじゃないですか、はい、色曲げりを減らして、はい、そういった理由で軽く糸を送り出せるスプリット、あのシャフトスプールの方が、うん、まあ内物には浮いてる、うん、自分は内物にはジリオンとか、うんうん、まああとはやっぱりあの930プロとか、はい、そういったのを引っ張り出して、はい、まあ、LTX とかを引っ張り出して使ってました、はい、で、まあ、同じワーミングでもちょっとキャストしてとか、はい、あと比較的重たいテキサスとかをやるときは、はい、そのシャフトは関係なくなってしまうので、うん、途中でシーズン途中でちょっと採用したニールがあって出てこないから話だけします。はい、メタニウムのシャロエディション、ああ、はい、あれもいいニールでしたね。奥の方にありますけどね、とても使いやすくてかっこよくて、まあ良かったですね。シャローエディションは本当去年の島野の中では目玉の、そうですね、コンテンツの一つだったと思うんで、はい、かなり、まあ、投げてて楽しくなるような理由でした。バックラッシュ全然しないんで、はいはい、で結構シューッと伸びていくんで、はい、でスプールがあんだけスプール系もそこそこあって、スプールにあんだけブレーキユニットが乗ってて、まあ、あんだけ飛んでってさすがだなって思うところもあったので、具体的にはどんなリグ、何グラムぐらいのモコリークローとかそういう点で、モコリークローの4グラムはこれ結構ボーダーラインだったんですよ。で僕もともとベイトフィネスのリールを使ってテキサスリグを投げてたんです。理由は、まあ、手数を増やすためにどんな時にパッとルアーが飛んでいってくれた方が良かったんで、しっかり
り触れれば何でも投げれるんだけど、うん、パッと投げたい時とか回収直後にボイルをしずっと投げたい時とかあるじゃないですか。そういった時に初速が軽く飛ばせる方が楽だったので僕はベイトフィネスを使ってたんですよ。ベイトフィネス機でその通常のテキサスとかも、はいはい、なのでしっかりカバーを打ってじくじくつろうかっていう 7g とか 6g とかのテキサスリグだったらシャローディションでいいのかなと思うんだけど、モコリークロのテキサスリグを足を打っていって今までみたいな、まあ、僕の映像を見たことある方は分かると思うんですけど、はい、ああいう手返しのいい釣りをやっていこうとするとやっぱりベイトフィネス機の方が良くなってくるなと思ってはいます。はい、でネコリグなんかをまたベイトでやろうとすると今度はキャストも、まあ、ピッチングもするけどキャストもするじゃないですか、うん、その両方やるとすると、まあ、アルデバランがすごく使いやすいなと思ったんですけど、アルデバランってボール径やっぱ28、29とかなので、はいはい、前のモデルが29で今28じゃないですか、はい、なのでやっぱり一巻きの巻き取り量が少なくてやり取りしながら取れるときはいいんだけど、まあ、シャローディスタンスで速攻で手前に魚が寄ってきちゃうときってやり取りできないから、うんうん、そういうときはやっぱりベイトフィネス機のスプール系ではしんどくて32ミリとか34ミリのスプール系ってなってくるとやっぱりその Q3 バルプロ、うん、これが内物には向いてるなとか。ちなみにギア比は全部、はい、XG とかそういう、まあ、一番速いのギアを使ってます。一番速いので左巻きの方は、左巻きってあの巻き内物の方は、はいはい、巻き物の方は、ね、ギア比をいろいろ変えていってるんで、はい、巻き物に関して言うならば今シーズン使ってみて一番頻度があったのはアルカンセ。アルカンセはね、あの GP3 スプールが出たのが大きかったですね。それを使うことによってやっぱそれよりこうなんていうか最後の一伸び、こう投げてると最後の一伸びが伸びるようになって、で巻き心地もすごい良くなって、まあ、ハンドルもあるんで、うんうん、アルカンセ良かったなと、うん、で巻き戻りに関してはあとはジリオンも使っていったんですけども、そこの使い分けって何か理由は？あんまなかったです。あ、はい、あんまなかったです、はい、全部マグネットブレーキなので、はい、あのグラビアスも一緒です、はい、まあ、グラビアスの方がこれ、ルアマガさんの方でも紹介したんですけど、はい、まあブレーキユニットがこう均等になっていて、まあ、平均してこうブレーキがかかるっていうのと、このロングノーズ、レベルワインダーっていうのもあって、これでまあ糸結構抑えられるので、まあ、正直ちょっとこのグラビアスの方が軽いものを投げて巻くには向いてるなと僕は思いましたね。ちなみになんかロッドがすごい感じのロッドが、はい、にグラビアスがついてるんですけど、これそんなすごくないんですよ。これね、あのメガバスの、F5 の 70X、 え、デストロイヤーですか？はい、マットブルってやつですけども、はい、こいつは何でも投げれちゃいます。へえ、ヤバいの 69MH に近い感じで何でもできちゃう、はい、うわ、今デストロイヤーのコスメってそんな風になってるんですね。シンプルですよ、すごい、はい、カーボンの握り、あ、これはね、こいつだけです。あとはここ全部、はい、コルクです。へえ、このモデルだけこんなちょっとカーボンというかハンドルみたいな感じですよね。うわ、なんかこれも新しいですね、小森さんがデストロイヤーっていうのは。巻物のさんはね、ちょっとメガスさんのをいくつか使ってるんですけど、はいはい、まあこれは巻物にはこのリールは結構良かったです、まあ、これでね、だいたいスイムベイトのちっちゃいやつからスピナーベイト、はい、バズベイトまでやってたかな。まあ、もちろんその用途が決まればもうちょっと柔らかいそうに変えたりとかしてたんですけど、はい、まあ、グラビアスはそう軽いものを投げるにはすごく良かったな。軽いものを巻くには、うんうんうん、まあ、普通に重たいものをどこにバーンって投げるんだったらその GP3 スプール採用のアルカンセも相当良かったので、はい、巻き物はアルカンセかグラビアスっていう感じで使ってたかなっていう感じですね。わー、ちょっと今デストロイヤーじゃんと思って、デストロイヤーに目いっちゃいました。目いっちゃいました。リールの話じゃなかったですか？そうそうそう、すいません、とっちらかっちゃうんです。リールの話をしながらサバの話になれたら僕もダルマの話をしますよ。いいですか？目入れたんですか？入れてないんですよ。あれ V4 じゃ入んねん。コンクルージョン、これね、紹介しましょうか。はい、これね、JBNBC 創立15周年、15周年でもらったダルマです。はい、これ目入れないんです。これね、もらってからずっと年間タイトル取ったら目を入れようと思って、はいはい、ね、これ平成11年だからまだ全然タイトルに程遠い頃ですよね。あ、はいはい、取ったら目を入れようと思っていたんですよ、はい、で取った時にここで目を入れたらここが俺のゴールになってしまうな、うーん、やめとこうと思ったんです。でその後にやっぱり2回目取った時に2回取ったから入れようかと思って1回ペンをここまで持っていったんですけど、はい、2回で俺は終わりかと。い
2回で取ったことあるやついっぱいいるじゃないかとなってやめたんですよ。だその次の年成績落としてしまって、震災の年に、はいはい、でそこから立ち直った3回目取った時に、はい、さあ目を入れようと思ったんですけど、まあ、だるまに目を入れるほど幸せな気分じゃなかったんですよ、ね、どういうことですか前の年が悪かったからだからもう一回頑張ろうと思ってそこから10年かかったんですけど、いざじゃあ10年かかって4回目取ってもう一回目入れるかっていうとちょっと考え中です。まあね、あのまあだるまなんでまた買ってくればいいじゃんって思うかもしれないんだけど、いやでもそんな貴重なだるまだなって思うか15周年ってだるまはなかなかないと思うんで、はいはい、まあちょっとまあ考え中ですね。まあだるまに目入れるってそんなに大層なことかと思いつつ、いやでもなんか、うん、言われてみるとその流れできたらなんか V4 よりもっとな V10 で僕これ多分このままずっと勝てないで引退とかしたら片目のダルマがもうずっと奥の上に乗っかってる夢とか見てうなされることになるんですよ。いや正月早々なんていう話をしてるんですか。どうですか V5 とかどうなんですか。 V5 でまあリールのベイトリールのところはそういう感じで組み合わされていって、ね、じゃあベイトリールの話は2023年の抱負、はいはいはい、あのねこれねタイトルの話を先すると、はい、タイトルってとっても重たいものだと僕は思っています。あの僕が撮るから軽く喋っちゃうし軽く伝えてますけど、実際この最初にこのタイトル撮りたいと思ってから最初撮るまでもやっぱ10年近くかかっていて、もちろん初年度で撮っちゃったスーパールーキーもいましたし 2,3 年で 2,3 回撮っちゃう人もいるわけなんですけど、だけどやっぱりこのね JB っていう団体もまああれこれ言う人もいるかもしれないけど、やっぱもう 3,40 年続いてるトーナメント団体、日本としては一番老舗で、やはりねそんだけ多くのプロが多くの釣り好きがこうしのぎを削って自分のプライドをかけて涙と汗を流してきてるわけですから、はい、その頂点に立つっていうのはそんな軽いもんじゃないんですよ。なので一回だって僕は大したものだと思う。でそれを目標にして、まあ興味ね目標にしたければ絶対取れないですから、たまたま2000名いいから狙ってみようとか言ってるやつは大体落ちていくんで、はい、まあ狙って取っていこうとして取れなかった人もいる、取った人もいる。でまあねその一個一個取ってそれでも満足してやめていっちゃう人もいる。でまあ実際ねタイトル取ってもそんな大きく何も変わらないんですよ、まあ、メーカーさんはよくしてくれるところもありますけど、もちろん人生が大きく変わるかっていうとタイトル取ったからこのアパートから引っ越して豪邸に住めるかって言ったらそんなことはないわけで、いやあの小森さん今アパートと言いましたが、はい、このずっとコモチャンネルでもあるここの敷地っていうのは超豪華マンションですからね。これもう超あのやっぱ日本のトップオブトップの人が住んでる超高級、実際姫路城ぐらいに住めたらいいですけど、ね、いやリゾートマンションに近いような、ここの部屋はもう釣りに特化したこういう飾り付けになってます。フォローありがとうございます。でもまあそういうものなんです。そんなにまあ大きく変わるわけじゃない。まあ一回一回の優勝はね、賞金も大きいし、いろんなものが手に入れるものも多いんですけども、慣れてくるとやっぱり大きく変わるわけじゃないんですけど、まあそれだけのものなので、取ってその満足してやめていいものか。で、まあねやっぱり取って大きく変わる人もいます。タイトルを取るために準備をしてきた人はタイトルを取ったら大きく人生変わります。だけどタイトルを取るための準備ができてない人はタイトルを取った後に周りの環境の変化についていけなくてやっぱ何も変えられないまままた3年目4年目を目指さなきゃいけなくなっちゃう、そういうのも見てきてます。なので僕はやはりもう競技者である以上1回取ったら2回で変わらなかったら3回で人生変わらなかったら4回取ったら変わるかな。そのずっとハングリー精神を持って自分が今見てる景色が次取ったら変わるんだ、変わらなかったからだから何、もう一回取ったら変わるかもしれない、もう一回取ったけど変わらなかった、だから何、もう一回取ったら変わるかもしれないっていうふうに思うんですよ。こうやって思える人ってそんなにいっぱいいないかもしれないですけど、僕はそうやって思えるので、まあ4回取ったからまあ軽いタイトルではないんでね、だから何とは言いたくないけど、僕にとってはだから何、5回目、6回目、7回目、来年もノミネートされる以上はやっぱりそれを取るっていうかそれを目指してやらなければ失礼だし、その、ね、やる価値なくなっちゃうしとは思ってはいるんで、その5回目って言われたらもちろんそれは目指してます。だけど取れるかって言われるとそんなに軽いものじゃないので、やっぱり取れるかどうかって言われると
ていうのはこの10年間で僕あと2回ぐらい取れると思ってたんですよ。ああ1回ちょっと V3 からこの V4 で少し感覚空いてしまった、はい、10年空いてるんですよ、はい、でもこの間に3位が1回、この3位の年は年間2勝してますからね。それから2位が2回なんですよ。だから取れると思ってたんですけど、だけどやっぱり取れなかったんです。これが事実だから簡単に取れますとは言いにくいです。2回目取った時は3回目はすぐ取りますよって思ってたんです、まあ、次の年ちょっと低迷しちゃったんですけど、でも言っても1年置いて取れたんです。で3回目取った時も4回目も多分すぐ取れるだろうなって思ってたんですけど、そこから10年かかってしまってるというのは正直。でもここでついに前人未到の本当で最年長の V4 が来て、はい、もうこっから先ってのは誰も見たことない世界に小森さんが前人未到のところに行っちゃってるんで、まあ48なんですけどね今、まあ、正直ね人並みに僕も目悪くなってますし、本当にやめようかなって思うぐらい目悪くなってはいます。目がきますよね。やっぱ老眼ではないんです。ここ見た後にここも見れるんです別に。だけど暗くなるとやっぱオーバーハングの下とか全然見えなくなっちゃうし、曇ってるとも全然どこにいるのか分かんないぐらい見えなくなっちゃうし、何よりも投げたルアーなんかまず見えないし、飛んでる鳥が3匹に見えたりとかするんでちょっとしんどくはなってますよね。でもやっぱり積み重ねてきた経験、あとは自分がこうなることが分かっていたので、俺は年取らねえなんて一つも思ってなかったですから。いずれ年を取る、いずれ目が見えなくなる、いずれ足腰が痛くなる、いずれ車も壊れるし船も壊れると思って準備をしてきてたので、そこが多分今後も生きてくるんじゃないかと思ってて、印象としてはここから次じゃあ V5 が10年後ってなると、はい、小森さんのもうだいぶ高齢になってくるんで、はい、ファンの一ファンのイメージとしてはもうこの勢いに乗って2023V5 っていうこう、まあ、早い方がいいですよね。それこそ釣り子さんの両親さんが生きてるうちに乗らないもう高齢者みたいな、はい、亀山最年長ぐらいになってきてる、ね、そういう方が V5 見たいなって言われたら、ほらもうおじいちゃんが孫の顔見たいって言ってたと同じぐらいで、急がなきゃダメだなっていう気持ちはあって。そうなんですよ、まあ、急がないと。そうなんですよ、喜んでもらえないですからね。いや V4 でもだいぶもうやったーってみんなやっぱ周りのファンは、はい、小森さんファン一度やったねって感じになってます。まあ、なかなかでも4回3回も勝てないし、まあ、正直言いますよ、48この年齢でタイトル取るやつが僕の先出てくるとは思えないです。はい、改めてこの前のインタビュー動画でも再三いろいろ聞いたんですけど、はい、2023年の今年に、はい、特にまあここら辺は要注意しとかないとまくられちゃうなっていうプロの人とかは、まあ、いっぱいいるけど、はい、怖いのは20代ですよ。20代の選手、はいはい、30代は、まあ、それは怖いですよ。力はあるんで、はい、力もあって実力もあるんで、ですけど20代ほど成長力がないじゃないですか。もう30歳になってくると、まあ、成長曲線っていうのはこうだんだん緩やかになっていきますよね。なるほど、はい、そのバッと成長してくるまだ段階に5つ年間争いにもうすでに加わってる選手っていうのは危ないですよね。あと入れ替わりによってまた上がってくる新たな脅威じゃないですか。新たな選手たちも、ああ僕まだ目通してない、はいはいはい、基本はっきり言うときますけど、はい、1年目の選手が怖いと思わないです。うーん、1年目の選手を基本最初から敵視してるってことは僕はないです、はい、だからもう、まあ、やっぱルーキーなのでね、ルーキーがどんな力があるかも分からないし、やっぱルーキーイヤーで勝った人は1人しか過去にいないし、はい、自分もルーキーの時苦労した思いっていうのがあって、まあ、何よりもルーキーの時に僕は自分が考えたことっていうのは人に迷惑かけないことっていうのを一番最初に考えたんですよね。あ、小堀さんのそんな、はい、初々しい頃の話なんてあんまり聞いたことなかったですけど、まあ、24の時ですかね。24でトップカテゴリーに上がって、はいはい、当時最年少ですよ。最年少で取ってれば最年長でも取れたんですけどね。ああそうだったんですね。あ、当時そのトップカテゴリーに上がった中では、はい、その当時は小森さんもう一番年下です。あ、当時で18歳にならなきゃポロ取るできなくて、そこからチャプター地方シリーズマスターズで、マスターズで2年連続シングルとかなんだっけ上がれなかったんですよ、ですっごい狭いメンバーですね、はい、で僕はねもう結構飛び級で行ったので、まあ、海外とか行ってたんでそういったのがちょっとあって、まあ遠くで一番取って、あ、その年からかな、ローカルシリーズの一番曲がれるようになったんだ、はい、それで飛び級になる形になって上がれたんですよ。だから当時その18歳からプロになってる人いないから、
僕は大学卒業して22で大学卒業して23でプロになって、はい、24の年の年末に決めてシーズン終わりに決めて25歳シーズンからトップカテゴリーっていう感じ で最年少です。そうするともう周りは当時 の, あの一番バス釣りブームの鬼みたいな人たちがほぼ全員いましたね、揃ってるような。だからまずは迷惑かけないようにちなみにまあ言っていい範囲で、はい、この先輩怖かったなとか、まあそんなイメージついちゃうといけないんで、はい、言っちゃいけないことはもちろんあるんですけど、まあ、やっぱ怖かった話はやめましょう。怖いのはみんな怖かったんで、まあ、みんなやっぱ厳しかったし、鬼みたいなバスプロの人たちが全員揃ってる時代だよな。昭和の先輩じゃないですか、はい、まあ今の、はい、じゃあ優しかった先輩、優しかったというか、はい、すごいなと思った人言いましょうか、はい、僕ね正直それなりに自信を持ってJB に入ったんですよ、はい、プロでやっていけると思って、はい、だから早く2年で上がったことに関してもすごい嬉しかった、感動したけど、うん、まあ、僕の中では当然のステップだと思ってたんですよ。もうちょっとかかるかなと思ったけど、かかればかかるほどやめる方向にも傾いちゃうじゃないですか、はい、だからまあ2年3年、はい、4年以内に上がれなかったらやめなきゃなぐらいに思ってる中での2年なんで、まあ、標準的な中で上がって、はい、でまあ勝てると思ってたんですよ正直。今まで雑誌とかそれまでね雑誌見て自分も釣りやってる中では絶対俺の方が上手いっていうまあ怒られちゃいますけど、言ったらそのぐらいの気持ちで入ってたんですけど、勝負事の世界ですからね、はい、本当勝ってなんぼです負けるかっていう気持ちで入って、はい、で1年間トップカテゴリー戦って練習量、そのまあ皆さんの練習量たるやすげえなと思ったんです。でもそれでもですよ、当時やってる人でも4日から7日今みたいに10日間とかぶっ通して1ヶ月近く練習する人なんていません。まあ、そもそも生活が成り立たないんです、そんなことやってたら。でとにかく練習するプロ、一番湖によく浮いてたのはやっぱり今井プロですね。はい、だ目標としたのは彼よりも練習すること。で次によく来たらやっぱ川辺プロで、この2人やっぱ西と東の優と言われるだけあって、この2人よりも練習しなければ当然負けるだろうな、勝てないだろうなと。それから彼よりも練習しなければ見て入ったんじゃないかって周りに言われちゃうじゃないですか。練習してないやつがそこのいい場所に浮いてると、なんでお前そんな場所知ってるんだ、見て入ったのかって言われかねない、若いって言われちゃってたんです当時は、はい、今はね魚探の性能もいいし、はい、みんなも練習するし、はい、しかも情報なんてもう氾濫してるから、はい、そんなこと言われないけど、当時はインターネットもない時代ですから、はい、誰も知らない人選とか見つけて入ってると、お前誰に聞いたのそこって上田先輩からやっかまれるんですよ、はい、見て入っただろう、はい、誰に聞いたんだよ言えよみたいなことを言われて、問い詰められたこと何回もあるぐらい。でもそれは長く練習してれば自分で見つけたんだってちゃんと言えるじゃないですか。あ、誰よりも古城に浮いてるからそれは気づくよねっていう、はい、もうそうやって言われなきゃいけない。それも誰よりも浮いてても誰も知らなかったら言われないから、誰よりも浮いてるっていうのを分からせるためには、はい、二枚プロよりも先に湖に行って、はい、先に船を下ろして、はい、二枚プロが帰る時にも明日までやってきますって言ってやっていく。これをやらないと、それをやってれば誰かが小森あいつ入ってきたって言っても今井プロがきっと、はい、いやあいつちゃんとやってたでって言ってくれるので、はい、なので誰よりも練習 しようと思って、この人にでも勝てないなって最初に思ったのはやっぱ今井プロとか、はい、この2人の練習量、はい、それから深井プロ、もう深井さんもすごい練習してましたね。そうなんですね、はい、あとね深井さんと小島プロ、そしてあとで絶対この人勝てないと思ったのは森蔵さん、はい、あまりこう喋ったことも今もあんまり喋ってることもないんですけど、正直肩から見ててはこの人やべえなと。しかも自分が年間を目指していろいろ練習しててまだ10番前後から上がれてない時に、確かスピナーベイトだけで年間2番取ったんですよね、まあ、今でもあの時の思いがたまにふっときて練習をちょっとでもサボると一生追いつけない背中が見えてきちゃいますね。だってもう一生追いつけなくなっちゃうんですよ、そこで息止めたら。わかります、こうやって走ってついていってて、まあ、手が届きそうだとやってる中で手止めたらもう一生追いつかないんですよ。深井さんの背中とか小島さんの背中とか森さんの背中がもう幻になっちゃうんですよ。でも今でもそんな夢見るぐらい、あの頃はあの人たちよりも多く練習して、で今井プロよりも多く湖に浮いて、あの人たちよりも濃い練習をして、で一つでもあの人たちよりもアドバンテージ持てるテクニックを身につけなければって思ったんですよ。でも今はそのターゲットが若手にとっては僕であってほしいなっていうふうに思って手を抜かずにやってるっていうところなんですけど、今でも本当にそれはもう深
江さんが特にね、本当ビビるぐらいその切り口を追っかけるんだっていうぐらい、まあこれ深井さんに許可取らないで使っていいエピソードかわかんないんですけど、芦ノ湖の試合の時に、はい、まあ鎌かけられたかもしれないですよ、はい、深井さんがクランクベイト巻いてて、はい、クランクベイトにこう糸が引っかかってて、わ、はい、かります、リアフックに糸が引っかかって、はいはい、くるくる回っちゃってたんですね、はい、で、お前全然釣れへんわって言ってくるから、僕も、まあ、関西の方なのでツッコミのつもりで、そんな糸くるくる回ったら釣れませんよって言ったら、いやちゃうねん小森、朝なミスキャストして回収しようと思ったらこれにバスついてきてん、昨日からやっててその1回だけやってん、だからこれかと思ってわざとやってるねんって言うんですよ。で朝からずっとその状態でやってるんですかって言ったら、そう10時半ぐらいにやったんですけど、要は朝7時ぐらいから上出してそのクランクベイトの糸を針に引っ掛けた状態でずっと朝から巻いてたって言うんですよ、まあ、本当かどうかわかんないですよ、だけどもし本当だとしたら僕にはできない、すごいですね、はい、僕多分3頭ぐらいで眠たくなっちゃいますね。いや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 、でもああこの波動だったらようやく見に来るのかとかを、はい、今で言うとそのビッグベイトで追うか追わないか、はい、釣るためじゃなくて、はい、なんかそういうビジョンがあって全部追っかけてたんですね。そうだと思いますね。だからそれを聞いた時にうわやっべえなこの人と、まあ思ってて、これはもう絶対追いつかないなと、でもまあそんなことは僕できないから自分のできることで追いつかなきゃと思ったのを覚えてますね。恥ずかしくなってクランクベイト全部置いてきましたもんね、その試合。だってもうね、そこまで追っかける人にクランクベイトで勝てるわけないじゃないですか。いやすごい貴重な話ですね、アメリカの今頂点のトップカテゴリーで、まあ、本人は覚えてないかもしれないし、しのぎ削ってる深井プロが あんた嘘やって言うかもしれないですよ、分かんないですけど、でも僕はあの時の深井プロのその発言が、まあ、自分の練習ってものに対するすごい深い思いになったのは間違いないですね。本当に恥ずかしくてクランクベイトは投げないと思ったぐらい本当ですよ。だからあの人は結局フットボールだけでやったんですけど、はい、はい、だってもう勝てるわけないじゃないですか、そこまで突き詰めようとしてる人に。どうやって勝ったらいいんですか。いやなんかもういや何の話だろうみたいな、すごい話、まあ、アメリカ行ってくれてホッとしたぐらいですでもアメリカの多分あの広大なフィールドでそういうちょっとしたヒントからバーって広げて、まだアメリカ行く前ですよそれ。いやだから今もそういう感じの熱い、まあね、釣りがうまいってのはそういうことなんだろう、僕とは違う感性だった、はい、だからすごく、はい、あの感動したのもいて、はい、まあその練習をしていって、はい、絶対勝てないなと思ったのはその辺ですよね当時、はい、その若手の時の話を今ちょうど伺ってるんで、はい、そこからさっき川辺さんのお名前も出ましたけど、はい、ゲイリーとはどういうふうにつながっていくもんなんですか。これはねあの、まあ、これ難しい話で、はい、あのまあ、スポンサーさんっていうのは、はい、この業界っていうのは強ければ作ってもらうのではなくて、はい、僕は強ければ作ると思ってたんです、はい、だけどやっぱり入ってみて分かったのはやっぱ人間社会なので、うん、人の紹介であったりとか人の目に留まるためには何かしら強い以外のことをしなきゃいけないっていうのは、まあ、実際感じましたね、はい、でもやっぱ僕は今でもスポンサーさんっていうのはやっぱ強い人につく方がいいと思ってるし、うん、その人のつながりでメーカーさんに入っても、うん、やっぱりその評価じゃないじゃないですか。例えば釣り子さんが僕のことをよくしてくれてるから、うん、じゃあ、何でしたっけディーパーに拠点サポートって言ってもらっても、これは釣り子さんの評価で僕が来てるだけ、僕の評価じゃないじゃないですか、はい、若い時はそれでいいんです、僕が評価されるも何もなかったから、はい、勢い若いっていうだけで取ってみようかなっていう面白い枠で取ってもらえたらよかったんですけど、はい、今はこの年なので、はい、僕への評価はやっぱり強いっていうことで、しっかりとやるべきことをやってるっていうことを評価としてほしいんですよね。だから今でこそ本当に強い人をちゃんとサポートしてほしいなって思うんだけど、当時はそうじゃなくてとにかく自分の釣りをまあなんていう応援してくれるメーカーさんっていうのを探していて、まあ、その中で結構早い段階でゲイリーさんは知り合いましたね。あのこう韓国にずっと行ってたので、はい、韓国シリーズ出てたので、はい、まあ、それに出るっていうことで、まあ、JB の方から推薦してもらってあ、はい、ということいただきましたね、はい。当時はその一番鬼のように練習してる川辺さん、はい、どんな感じだったんですか。怖かったですよ、全員怖かったです。だって自分の父親ぐらい離れてるわけじゃないですか全員全員怖いです。全員喋りかけてもまあ機嫌が悪いとちゃんと返事してくれない時もみんなあるし、うん、試合中とかなんか特にね、まあもう一番ピリついてもうすごい時代ですもんね。僕はほら成長段階だから試合終わった後とかでも自分が何位かだっても
どうでしたか、どんな感じなんですかって教えてくださいって聞くじゃないですか。でもこの人たちは入賞争いしてるから、負けてイライラしてるじゃないですか。喋りたくないですよね。そんなだったと思いますよ。へー、すごいな。なんかあの頃の空気感ってなんかすごい今とは違いましたね。その熱い、今が熱くないわけじゃないんですけど、なんかもっとバッツリブームみたいなのもあったりして、うん、まあ昔はほら、あの若いとかそういうのはいろんな上からこう、まあ、パワハラって今言われるようなこととか、あとはそのなんていうのかな、まあちょっとその暮らしがきついんじゃないかなっていうことで耐える体制っていうのがあったじゃないですか、うん、はい、だから若くて当然スポンサーもそんな少なくてお金も出なかった頃は、はい、当然車で寝てトーナメント出て、うん、それでも会場の近くでは寝るなって言われてたから、うん、ちょっと離れたところで、うん、まあ、寝てたんですよ。まあ、近隣の迷惑になっちゃうかもしれないから、はい、もうそうですね、しっかり、しっかりとここだったら寝てもいいよってとこ探すところから戦いが始まって、ね、そういったところも人とシェアせずに、うん、自分一人で探してやってたんですよ、うん、で今はなかなかそういうのもね、みんなホテルに泊まってやるじゃないですか、うん、当時はやっぱ稼げるやつはいいホテルに泊まる、うん、だからトーナメント中でも初日2日目って成績出ていくと3日目になるとその何人か車に泊まってる選手がホテルに移動しちゃうんですよ。へー、あ、今回はいけるぞ、いけるってなると、うん、そういうのをすごく見てて面白かったし、まあ、自分もしっかり勝てる選手になってホテルに泊まりたいなっていうのはあったけど、うん、まあそういうのはね、若い時にいい経験、僕はいい経験だと思ってますけどね。自分なんかはあの小森さん初めて見たのは、はい、渋谷のタックルベリーなんで、はい、渋谷のタックルベリーであの小森節が全開になってお客さんに何か説明しながら、はい、あれあの雑誌とかで見る小森さんだよななんて思って、わーってなんか説明してましたけど、タックルベリーさんよくしてくれましたね。スポンサーさんとしてすごくよくしてくれて、なんかアルバイトで、はい、やっぱ釣り道具屋さんでアルバイトするってすごく大きくて、で釣り道具のことまず知れるじゃないですか、はい、僕の知らないこともいっぱいあるし、で、はい、空いてる時間にカタログ見て道具全部覚えられるし、はい、あの時の経験はその後ロット作ったりとかしていくのにものすごく役立ちましたね。もう暇があったら店に並んでる竿を定規で測ってました、ね、大きさとか位置とか距離とか竿の太さとかブラックスの太さとかっていうのを全部測っていって、はい、まあいつか作る時はこの太さでこの硬さでこのガイドの位置でってちゃんと考えてました、ね、あれちょうど、はい、最上級のその経験が全て凝縮された、はい、あれがそこに見えてるんです、ついにコンクルージョン、あ、このロットベルト、ロットベルトが完成したということですね、はい、これはロットベルトですよね。あ、そういうそういうとこで、はい、いろ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 なもう想像が膨らんで、いつかはもう俺の理想の竿をっていう感じで、はい、そうですね。で、まあ、60US っていう竿に関しては、はい、過去にもやらせてもらってるんですけど、はい、前にいたメーカーで、はい、まあ、このね番手品番自体が、まあ、僕にとっては本当に自分のアイデンティティで、まあ、ソリッドティップを採用したのもこれ自分の YouTube でも言ってるんですけども、うん、当時僕がソリッドティップ採用した時、ソリッドティップって主流じゃなかったんです、はい、フルソリッドが流行って、はい、入り出した頃で、はい、でもね、やっぱフルソリッドのデメリットってのをいち早く見抜いて、はい、現に今フルソリッドってほとんどないじゃないですか。ないですね、はい、やっぱ重たいしパワーないし、はい、で感度も悪いしっていうことでなくなっていったんですけど、うん、まあ、フルソリッドじゃないソリッドっていうことに、まあ、見出して、で特にまあこの竿の中で、まあ、自分の YouTube でも言ってるんであんまりこういろいろ説明しても宣伝っぽくなっちゃうんであれなんですけど、はい、まあ、釣り子さんも分かってもらいたいのはこのガイドの位置、はい、ガイドの位置ですね。これね、元ガイドからトップも出してここまで9個のガイドがついてます。1,2,3,4,5,6,7,8,9 個。一番初期のモデルからマイクロガイドだったじゃないですか、はい、小森さんがそうって。あの当時そんなマイクロガイドなんて概念もなかったタイミングで、はい、いや、こうしたいっていう設計図がもう出来上がってたの、はい、糸がロットに沿って張っていくんですけども、はい、そのロットに近ければ近いほどやっぱりロットのパフォーマンスっていうのは生きてくるんですよ、はい、でもロットに近ければ近いほどガイドがちっちゃくなっていって飛距離は殺されていってしまうし、あとはその負けていった時にね、そのロットとラインが当たってしまうっていうのを避けたいところなので、
まあ、スピニングって下に糸が来るからそれはちょっと起こりにくいんですけど、やっぱこう判定した時に当たっちゃったりしてます、はい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 、でそういったことも全部考えてこの9個のガイドのこの位置この大きさっていうのは僕の中ですごく黄金比で、実はこの 60LS も2機モデル作った時はガイドをメーカーの意向で変えざるを得なかったんですよ。あのマイクロガイド売り出してこうぜみたいな、あのなんていうかまあ言ったら変な流れの田中で、はい、であの時は思った竿にならなかったです。これチョークガイドっていうのをつけられてしまって、うん、でよくほら、まあ、スピニングロットだとこの角度がちょっと竿の角度がずれてて、はい、これが収束していくところの当たったところにつけるのをチョークにして、はい、そこから先をガイドの大きさはあまり変えなくていいっていうのが今、はいはい、主流なんですけど、はい、僕はこのチョークガイドがダメで、うん、何がダメかっていうとロットを持ち上げた時に糸が一緒に動いちゃうんですよ。スピニングタックルでガイドリグやる時っていうのは、はい、ロットを持ち上げた時に若干糸が動かないこの間というか、ああはいはい、ソフトタッチにしたいんですよ。ふわっくっていう、そのくって動いちゃうのでふわっくって動く糸の遊びをちょっと作らしたい。あ、今すげえ鳥肌ですけど、はい、あの小森さんのこの 60ULS 今も真冬の釣りで絶対外せないんですけど、はいはい、あの1月8日の大会でも持ってこうと思うんですけど、はい、その間があるんです、はい、それって狙って全部計算づくで作られてる間なんですかね、はい、僕のスタンスで釣りのスタンスで投げて竿を立ててやるじゃないですか、はい、竿を立ててラインを見てもらうと本当にもっと分かりやすいです、はい、シェイクしてて振って止めたい時、はい、動かしたい時に自分が動かしたい止めたいと思った時にほんのちょっと間ができるんですよ。なんかありますよね、そのスッ、本当スですよ、クッて当たる1秒もかからないですよ、はい、それ出すためにいつも俺は横シェイクなんですけど、はい、それって小森さんが全部その間を作らせるためにこのセッティング出してるから、このガイドの径を1個チョークガイドこれ1個上げてやる、こいつかな、こいつ1個上げてやるだけでその間が作れる。ここまでの本当はここで収束してるんだけど、ここで寄せてしまうとそれができなくなるんですよ。ここベリーの部分なのでここの部分が曲がりの起点になるから、この曲がりの起点の部分にちょっと糸を遊ばせるガイドを入れてやるとそれが作れるっていうのが、そう、小森さんの竿以外だと、はい、そこがリニアにスーって這いつくばりすぎちゃってて、ね、ツン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 したアクションになっちゃうんですけど、はい、小森さんの 60ULS だとファッファッファッファってちょっとファッ、そうです、でその瞬間のその微妙な 0. 何ミリのとこでクッてあの真冬のバイトがツッて入ってくれるみたいな、あれが出せるっていうのが、うわー、それじゃあそれが踏襲もされてるんですか、この新しい、このガイドセッティングは本当黄金比で、これね初期モデルと実は全く同じガイドセッティングなんですよ、はいはいはい、初期モデルの時もガイドセッティングをやって作ってる時に、まあ、トップガイドをちょっと大きくして、はい、2個目のガイドをちょっと下げたんですよ、はい、3ミリ4ミリかな4ミリで3ミリとかしたのかな、はい、でトップガイドをちょっと大きくすることによってソリッドってもともと重たいからソリッドがこう竿全体を揺らす時、はい、トップガイドがもうちょっと手伝ってくれて、はい、竿が振り抜ける、はい、振り抜けることによってちょっと硬い、全体的に硬い竿を作れる、硬い竿を作れることによってバットだとかそのフッキングに必要な部分、寄せるのに必要な部分に大きなあの幅を持たすことができる、はい、まあ、それがあってソリッドティップの、まあ、を振るためにトップガイドをちょっと大きくしてたんですよね、はい、でその竿をつけてやるために1個ちっちゃくして、はい、ちっちゃくするとやっぱこう吸着していくから、はい、このまま吸着させちゃうとさっき言ってた遊びが作れなくなるので、うん、このチョークガイドになり得るこのガイドから径をポンポンと上げて、あ、そこを上げてるからあの独特な真冬、そうです、普通はこうなりますね、ですよ、はい、ねっていうかなんか、うん、なんかもっとツン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 した使い心地になっちゃうのが、はい、あるいはここのガイドを1個増やして10個にガイドしたりとかするメーカーもあるんですけど、本当だ、ここから径をクッと上げて、はい、かといって別に2000番のリールで使う想定で、はい、後ろまではそんなガイドでかくしないでっていうのが、ね、このガイドもちっちゃいの使ってるのがやっぱ、2500番よりも2000番を、うん、まあ、これ 2500C ついてるけど、はい、まあ、ちょっとちっちゃくすることによって竿全体の持ち重り感っていうのをなくそうという、うん、まあ、これ1個大きくしちゃうとね、これこのガイドじゃダメでもう1個大きくなるじゃないですか、うん、でこのガイドももう1個大きくなる、はい、でこれも大きくなると、はい、このガイドこれじゃダメですよね。でもこれガイドをもうちょっと大きくすると逆にこっちがチョークガイドになっちゃいますよね、はい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 、っていうのもが嫌なので、まあ、元ガイドもこの径って決まってるんですよ。これもう正直スピニングロックをやる上でこの9個のガイドの位置 と、サイズっていうのは黄金比で、まあそうじゃないよっていう人がいるのは自由なんだけど、僕はこの黄金比はもう永久に変わらないと思ってます。うわー、
で今最新の SICS に乗せ替えて、はい、まあ、ブラックとかもどんどん進化してるとは思うんですけど、はい、でグリップ周りのコスメも決まりってことで、はい、まあ、これちょっとまだコスメちょっとだけ変わりますよ。ちょっと変わる、刻印が入ったりこれが横に行きます。2月ぐらい、あの写真撮るときとかに、写真撮るときちゃんと写るように、はい、すげえ。いや今のあのもう今年一番の驚きに、はい、今年最初の日になるんですけど、はい、うわー、だからあの使用感なんだって。本当使ってない人にぜひ、あの真冬で他と差つけたいとか、まあ春先のちょっと難しいタイミングで魚持って帰りたいとき絶対小森さんの竿じゃないとっていうのは、そういう罠が仕掛けられてたんです。まあ、スピニングロッドって長くなっちゃうんですけど、僕の YouTube で全然長くなっちゃっていいですけど、バスロッドって、はい、ルアーをまあ投げる、それから動かす、それから、まあ、魚を乗せてかける、それから取り込むっていう、この4つの役割、まあ、があるんですね、はい、でそれを片手でできるサイズに収めなきゃいけないんですよ。うん、長く作ろうと思ったらここまでがバット、これはかけるところです、ここまでがベリー、うん、ここは動かすところです。で、まあ、例えばね、水深 30m とかでタイ釣ってるんだったらギューって合わせたらバット周りしっかりくるから、はい、結構長く作っても大丈夫じゃないですか、はい、でもバスロットってこれぐらいしか合わせしようないんですよ、うんうん、だこの間で合わせなきゃいけないってことは、この間で曲がり切っちゃったら合わせられないんですよ、はい、だからバットパワーも生かさなきゃいけない、なんでこの6ビートの中に全部詰めなきゃいけなくなっちゃうんですよね。でも長くするとこの黄金比が当てはまらなくなってしまう。この3も6-2にしてみたりとか6-3にしてみたりしたんですけど、まあ、そうなるとガイドを1個増やすか、はい、無理やりこのガイドでやるか、はい、ガイドとガイドの間を空けるかっていうことになっちゃって、結果的には全然このロットほどのパフォーマンスが出ないんですよ。なんかいろいろな新しいロッドとか見ていくと、やっぱ長い方に広がりを見せてるような印象があって、今改めて6フィートジャストでなんかそんだけ突き詰められてる竿ってあんまりないと、あ、探せばあるのかもしれないですけど、あんまりないような印象があるんですね。バスロッドがなくなっていく原因としてはブラックスが軽くなったから、これが一番だと思います。で、あの長くすればさっき言った通りいろんなパーツというか、いろんなその、なんていうの、パートをそれぞれ長く取れるんで、はい、動かすところをこんだけ長く、投げるところをこんだけ長く、はい、かけるところをこんだけ長くって取れるじゃないですか、だから長くなっていくっていうのは傾向的に合ってるんですけど、はい、じゃあガイドはどうするのって言った時に、みんな同じセッティングなんですよ。まあこのセッティングを活かせるだったら6ビートにしなきゃいけないって、僕はガイドセッティングからこの長さっていうのを変えられないでいる。そう、小森さん結構長身なんで、はい、長身な小森さんがずっと6フィートのすごいロット作り続けてるよなってのが、はい、なんでなんだろうってずっと疑問だったんで、なんかタッパもあるしパワーもあるから、はい、もっといろんなレングスの竿とかいきそうなんだけど、最後は60に結構帰結してくるじゃないですか。まあ、用途によっては長い竿必要ですよ、はい、例えばこの竿でパワービネスをやりなさいってきついと思うんで、パワービネスだと思うと硬くて長い竿を必要になってくるし、硬くて長い方に作っていく、はい、そうですね。あとはレギュラーで言えば、ジグヘッドのミノストとかちょっと中層をぽよぽよやりたいとか、あるいはルアーを止めて一点でシェイクしたいってなってくると、まあ、これでもできなくはないんですけど、もうちょっとぽよぽよした竿の方が扱いやすくなってくるとレギュラーテーパ ー、 うーん、でレギュラーテーパーにしたら別に竿はもうちょっと長くてもいいわけですよ。あ、だから64レングスっていうラインになってもいますもんね。あれはバットパワーを残すためにレギュラーテーパーにするとバットパワーがこれより短くなりますよね、はいはいはい、その分後ろに長くしてバットパワーを残した、あ、そういうことなんです。あ、そういうことなんですね、はい、でその当然あのサイズになってくるともあのガイドの位置は変わってきてしまうので、まあ、違うガイドコンセプトでまたくっつけてますね。ちなみに絶対小森さんの竿ってセパレートグリップじゃないですか、はい、そこのこだわりっていうのはあったりするんですか。うん、まあ、今あんまりストレートグリップってあんまり見かけなくはなってきましたけど、当時からずっとセパレートしちゃってるじゃないですか。セパレートの方が軽いですよね。 あとここに G かけるし、 あとこれね、あの僕よくやってるんですけど、はい、よくね、このほらグリップにゴムを巻いて、はい、分かりますよね、はい、こうやってシンカーをつけたりとかするんですけど、この部分でまた何かできることがあればやりたいなと思って、こういう風にしてます。フックキーパーをつけたりとか、僕はフックキーパーつけないですけど、はい、そういった風にして、あ、ちなみに自分フックキーパー使っちゃってるんですけど、はい、僕はフックキーパーつけないと何もなんか
理由がある。腹筋はどこにつけてます？自分そのセパレート、ここだったらつけてもいいです。うん、いやここだとトラブルの原因になるんでつけないです。で持った時痛いし、持ったあありません、握っちゃった痛っていう、あります。あとは2人が絡まってめんどくさくなったりとか、まあ、絡むのもたまにたまにありますよね。で、あとまあもう一個ロット、まあ多分あのこんなゴムでつけるやつつけてると思うんですけど、ゴム腐ってなくなりません、あれ。うん、まあまあまあある程度で経年劣化しますね。はい、あれ車の中でポロッと経年劣化して落ちた日には、はい、正直つけなきゃよかったとしか思わないですよ。なるほど、はい、もう散々買ってあのゴムが腐ってダウンショットのリーダーとかつけたミノが船の中、船じゃなくて車の中で転がって絡まってっていうのもあったし、うん、なんせ僕はシンプルにしたいんですよ、うん、こういうところは、はい、もういらないあれは。まあ使う人は使ったらいいと思うけど、結構こまめに変えた方がいいですね、あのルアーキーパーは。なるほど。そっか。え、これって2月ぐらいに買える？2月の末ぐらいにはお店に並んでると思うんですけどね。もう注文は実は年を明けてもお店で受けてくれると思います、はい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 、なのであのね結構ねこれあんまりはあの言うとなんと何偉そうに言ってんだよって言われるかもしれないですけど、はいはいはい、結構なくなっちゃうんで、うん、早めに注文しといてください、うん、っていうのはあの僕の竿ってこうなんていうのかな、用意飲んで売ってバンって売れるものではないんですよ、はい、あの広告とか売ってるわけじゃないので、はい、なのでじわじわ行くんですけども、じわじわ行って気がついたらなくなってて手に入んないってみんな言うんですよ、うん、前のスリーもそうでしたし、うん、で手に入んないってなくなってから言うんですけど、うん、なくなる前にぜひ、うん、あの注文しといてもらった方が、ちょいちょいそれであれって思ったタイミングでいきなり小森さんがタイミングよくいつも勝ったりするんで、はい、勝った瞬間にあああの竿が欲しいって思って釣り具屋に走るとない、ないですよね。ないです。なので早めにちょっと手に入れてもらった方が、今回のモデルに関しては、はい、特にまあこういうちょっとものがなくなってくるご時世なので、はい、まあ、その方がいいかなと思ってます。あ でもいいですね、はい、楽しみな新年、長く使える竿なので、はい、まあ長く使ってほしいな、この V4 っていう僕の記念すべきメモリアルのタイミングから長く使ってもらえるっていうのも一つの、はい、いいところかなと思ってます。まあ、いきなりちょっとぶっこんじゃいましたけど、そうですよね。なんか小森さんのそのロッド作り話は前の釣り子とかでも、はい、いっぱい聞いたんで、あでもなんか今日改めてそのいや俺釣り針は聞いてたんですよ、はい、そのチョークガイドに対する小森さんのこだわりってのは意味分かってなかった。あそうですね意味分かってなかった。いやなんかいいこの感じじゃないと釣れないんだよなって、はい、ずっと押し通してたんで、同じタッチで多分チョークガイドついてる竿をやると、はい、糸動いちゃいますよ多分。そうです、ね、軽く当たりを聞くつもりだったのにルアーバンって動いちゃいます。うん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 、そこを、あそうです、それが小森さんのあの、まあ、V4 も去年撮りましたけど、勝てるアクションの秘密だったりもするんで、そうですね、まあ、この間 のバサーさんとかでも紹介させていただいたんですけど、はい、その中張りっていう状態、中張り、はい、糸をね買ってるんだかだるんでんだか分かんない状態にして、ルアーは動かさない、でも糸は張ってるっていう状態と、ルアーは動いてないけど糸はたるんでるっていう、そのたるんでるちょっと張ってる、たるんでるちょっと張ってる、でもルアーは動いてないっていう状態を、まあ、感じながら釣りをしていくことが、これちょっとまあ実際のルアーのアクションとは関係ないんですけども、テクニックとしてはすごくその感覚なんですよ、ライトリルで扱う感覚って。その感覚を、まあ、とっても引っ張り出しやすくなるガイドセッティングだと僕は思ってはいますね。ブランクスからも全部吟味して吟味して、はい、その中張りとかそういった、いやなんか新しいワードが多いんで、やっぱもう勝ったから結構饒舌にこう、今まで企業秘密だったところが、いや前ちょっと喋ってましたよ。いやでもなんか出てきてるような気がするんですよね。その前はほら自分のメーカーじゃなかったから、はい、こういう竿を作りました、売りましょう、で横一列でやりますんで、小森さんもこれを竿を開発してくださいっていう感じで進めていってたじゃないですか、はい、だからある程度の近日までに答えを出さなきゃいけない、うん、はい、で正直使って全然これ違うじゃんって思ったら、違うコンセプトとして売ればいいっていう考えだったんですよ。でも僕のライトルームのコンセプトはそれじゃなくてこっちなんだよっていうのはずっとあって、だ今回はそれを押し通してもさせてもらった、うん、このチョークガイドがないっていうのは従来のガイドセッティングで売ってないわけですよ、うん、ガイドまとめて注文するときにこれで別に頼まなきゃいけないんですよ、うん、そういうところもちょっとこだわらさせていただいた、うん、コンクルージョン。あ
もう隠し種のコンクルージョンとかそこに隠れてないんですか？まあ、いっぱいありますよ。いや60は出るよってのは聞いたんですけど、 65M とか 65M だってあのなんかいろいろなそのなんかがなければなんかもっと早く出てたんじゃない？それは ML、 うん、あ ML じゃない65の、はい、MM、 ま、何用、打ち物用ですか？65の M はオールマイティよりもちょっとワーミングによった65M、 これですね。おお、これまだ全然プロトラムで、あジリオンついてますね。はい、なんともないですけど、これはジリオンついてるヘビダン。へえ、これあの多分馬さんの取材でヘビダンで釣ったやつですね。はい、ヘビダンにも使えるし、テキサスリーグフットボールにもできるし、バズベイト、スピナーベイトも投げれるっていうような、そういうファーストレギュラーギミナアクションの、ミディアムのチューブラーのサウです。あ、フルチューブラー、フルチューブラーです。まあこいつに付き合うと思ってる名前がビヘイビアだと思ったら分かってもらえるかな。うーんルアーで言ったらモコリクロー、いや僕はバズベイト、スピナーベイトが多い。あ、バズベイト、スピナーベイトが多いかな。スピナーベイ、はい、はい、あとは、シャットテールのテキサスリーグ巻きとか、あちょっとパワーのある一本針をしっかり抜き刺すようなイメージのパワー、バサタイルな釣り。あとはね、ディープクランク、ミドルディープクランク、ディープ X200150、はい、その辺とか、うん、そんなのも使いたいなと思ってる感じの、まあ、巻物に特化してはいないです、うん、でワーミングに特化してるかっていうと比較的バサタイルに近いです、うん、でもまあワームもできちゃう。だからどっか持っていくの1本だけ選べたらウェイトはこれでいいかな。カバーも一応できるしな。6号の長さってのはなんで今回、さっき60の長さについていっぱい聞きましたけど、はい、その1本選んでいくっていう6号ってレングスは何で決めたんですか？ベイトに関しては、まあ6ベイト仲間の竿っていうのが一番扱いやすいんですよ。スピニングに関しては操作性っていう意味で考えたらライトリグなので、はい、どうしても短い方が操作性が良くなってくる、はいはい、でもベイトに関しては比較的こうベイリールが上にある時点でも操作しにくいから、あの大きな操作しかしない。シェイクしたって、まあ、シェイクするにはこの、ね、軽いもシェイクするほどの軽いものは投げないわけだからってなると6号ぐらいのレングスが一番、まあ66でも良かったんですよ、うん、で特に深い意味はないです。ガイドのセッティングにもこれは秘密はないです。小森さんラインナップの中にいわゆる一般的かなっていう印象の7フィートっていうのがあんまり聞かないよな。7フィートが一般的になったの最近ですよね。そうで小森さんの本当ないよな7フィート。それは一つは、うん、僕が以前いたメーカーでは僕にスピングのイメージを非常にこうつけてくれてたので、はい、ベイトルとやらせてもらえなかったっていうのが一つあって、はい、まあ最後の方は結構いろんな機種も出てきましたね。8、はい、とかなのはめちゃくちゃさせてもらいましたよね。とんがったさはいっぱいありましたけど、はい、自分が使いたいためだけで作ったっていうそうなんですけど、はい、まあでもその7ビートって、ね、実はねすごく使いづらい。仮面をなのでレンタルで借りて、うん、7ビートだと邪魔なりません？いやまあ俺は7フィート大好きなんで、なんか何か乗っけちゃいますけどね。できれば短い方が乗せやすいですよ。まあうん、なんかバレづらいっていうような印象が、なんか長さがギュイーンって、まあ、そんなさっき言ったやり取りをするそのいくつかの、はい、そのサウンドの役割の中で、はい、やり取りの部分を長く取れるからバレにくくはなると思うんですよ。うん、6号の方が手配書はいい、メンタルボートに持ち込みやすい、それからまあ標準的な長さでバサタイルを歌ったらこれの長さかな。うまあ、もちろんこれが、うん、そのこれより長い差を作らないって言ってるわけじゃなくて、67の MH とかも作ってるし、はい、まあ、カバー打ちの差ですね。いやそうなんですよ、だから67とかそこら辺までだよな小森さんが実際にトーナメントで戦う時の差をってそんな長い差はないよなって言ってる。まあだからそれは僕が前言ったメーカーの問題で、うん、あの7フィートの差を作りたい人がいっぱいいたんですよ。はい、そうです。その辺の顔色を伺いながらこうメーカーが元を出していたので僕に回ってこなかった。あ、70レングスでなんかだって、そうなんかいっぱい出てたじゃないですか。ああ、そう、あそうだ、はい、あそうだ、70いっぱい出てましたね。 あった、はいはい、そうだから僕は作んなかったっていうのがありました。これは67の、これ6号の MLS、 6号の MLS だから、これはあのソリッドティップ、はい、SY ソリッドティップの6号の、はい、これは、ベイトフィネスじゃなしで、ね、ベイトワーミングっていう位置づけにしてあって、これが一番温めてるやつですね僕のコルジョンで。
発売直前で、はい、製造元がおっしゃってしまって、2年待たされたっていうロックで、これももう完成してるので、アルデバランで合わせてるんですね。何て言いました、アルデバラン、アルデバラン、はい、アルデバランで合わせてる、はい、これアルデバランでぴったり。糸は何ポンドぐらいの、これは7ポンド、7ポンドぐらいで、はい、デイトワーミン、デイトワーミン、ネボリグやったり、まあ、このクラスのワームをね、これカリフォルニアロールなんですけど、はい、これはあのカバーネコじゃないですけど、はい、これクラスのワームをベイトフィネスとは言わないですからね、はい、ああベイトフィネスっていうのは僕の中にはスピニングでできるものをベイトでやるときにベイトフィネスっていう言葉が出てきて、はい、ベイトでしか投げれないものはベイトフィネスじゃなくて、はい、ただのベイトワーミング、でベイトワーミングっていう位置づけで、まあ、8分の1のダウンショットとか、まあ、32分の3のベイトフィネスに近いダウンショットもやるんですけど、はい、スモラマとか 1.8 グラムのスモラマとかそういったのもこれでやります。動画の流れの中で以前あの1回使わせてもらった時、あの真冬の2月かなんかにこの竿でヤマタヌキであのフッキング決めさせてもらって、本当に使いやすいなっていう、もうただただワームがやりやすいっていう印象が、はい、いいですよ。あ、そっか、アクションさせやすいセッティングがまた突き詰めて、これはこれでガイド組んで、そうですね、細かいアクション、そのルアー動かさないようなアクションができると思うんで、まあ、ベイトの人はティップは結構柔らかいので、うん、まあ、今もっと柔らかいベイトフィネスが出てますけど、うん、柔らかくしてしまうと今度バットパワーが生きてこなくなって、はいはい、ベイトのメリットがなくなってしまうんですよ、うん、やり取りにドラグ使う人もいるかもしれないけど、うん、僕はベイトの釣りでやり取りにドラグは使わないです、はい、今日寄せれるだけパワーで押して、はい、やばくなったらクラッチ切ってっていうやり取りをするので、はい、まあ、そういう意味ではちょっとバットパワーが結構このパワーのあるバットの部分が長ければ長い方が使いやすいので、かなりファーストテッパーに押した、そうですね、これ MLS、 これ多分2023年中に発売できたらいいな、とりあえず確定情報としては、60ULS は、はい、いよいよ買えるようになるっていう、あと68の M っていうちょっと硬い、これはね、まあ、パワーフィネスよりもロングキャスト、あ、はい、ライトキャロー、いや、あれできるのはちょっとしんどいかな、キャロシャットとかいけるかもしれないですけど、ね、キャロシャットとか、あとは僕が本当によくやるその4インチ山線香の脳進化、これベイトでやるんですけども、はい、リザーバー行った時に遠くにある立ち木に思いっきり遠くから入れたいっていうことがあるんですよ、はい、まあ、あの当然船が、ね、バスに感じる前にアプローチするとアドバンテージがあるんで、そういった時に使いたいなと思って作ったそうです。これももし出る可能性、これ完成はしてますね。 あとねフットボールとかもやりますこれ、ね、スピニングやるってやるフットボールとか、何グラムの、これネットね、7グラム9グラム10グラム、おスピニングでやってる、あのブレークがちょっとね、深めのブレークが水中に沈んでる時、はい、トントンと持ってきてストーンと落としたい時に、ベイトだと、まあ、2、3メーターのブレークだったらベイトでシュッと送り込んでできるんですけど、83のフットボールとか使うと、もう2、3メーター過ぎちゃうと、やっぱり手前に寄ってきちゃうんですよ、ちょっと。そういった時にスピニングだからストンと落とせる。パッとクラッチっていうこのベール開けて、ストンと落とせる、はい。そういったことができるので、そういった釣りに使っても、そのちょっと釣りのテクニック的にはかなり、とんがったテクニックなので、まあ昔でいうところのね、重たいミニチューブ。カンナロをよくやってました。根こそぎくんとか、そうありましたね。あとはメタルタイプ。だからメタルジグ、スピニングにやった方がストンストン落ちるじゃないですか、そういったことに使いやすいと思ってます。へー、これもまた香ばしい番手が控えてる、ね、はい、興味ないじゃないですかこういうの、ないですね、はい、だからベイトフィネスに寄せたわけではないんですけど、こういったでもチョークガイドがあるんです。はいはいはい、理由は、まあ、そのガイド系がちょっと大きいので、はい、そのロングキャストするときにチョークガイドが便利になってくるっていうのと、あのパワーフィネスやるときにちょっとガサガサっと入れれるようにここまでちっちゃくした感じです。これは完成されています。なかなか面白い。これあの去年エンジンの動画で50アップを1本、これで60アップか、はい、出てるんですけど、まあ割りかし楽勝で、池原でも、もう楽勝で寄ってきましたね。はいはいはい。そういうそうです、ね、はい。あと67の MH とか、はい、いろいろ作ってはいますけど、まあお見せできるのはこんなとこかなって。はい。でどうしてもちょっと足りないじゃないですけど、はい、例えば巻物とかには。デストロイヤーも絡んでくるっていう感じですね。デストロイヤーだとね、うちでも使うんです。巻き うちは使ってないです。巻物は自分で作ってる竿があるので、はい、まあ、自分で、ね、巻物の竿まで作る余裕が今ないんですよ。はい、で巻物の竿に関しては、やっぱりその巻物をね、こんだけやっぱり
今まで作ってきた信頼できるメーカー、うん、メガバスさんが僕はサポートついてるので、はい、巻き物のサウンドに関してはやっぱりメガバスさんって信用ができるなぁというふうに感じていて、あ、それにもグラビアスついてる、あ、これグラビアスついてますね、これはワンテンスティック、ワンテンスティック、はい、ワンテンをジャックするために作られたワンテンスティック、はい、ってことは6テンとかの長さ、そうですね、これ6号だったかな、6号ですかね、それは浮いちゃってるけど、ね、6号ですね、あ、6号なんだ、はい、6号、はい、F4 6号、はい、僕の6号にすごい似てるんですけど、はい、やっぱね、グリップ周りとか全部ひっくるめて、うん、巻き物はこっちの方がやりやすいです。あ、でベッドワンマーミングに関しては僕のサウンドがやりやすいです、僕は、はい、と思ってます。へえ、うん、あ、巻き系で紹介してもらってるのにはほとんどグラビアスが搭載されてるなってのが、そうでもないですよ、アルファスも使ってるので、うん、あ、まあ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 、はいはい、もちろん、あと、まあ、最も使う巻物のさ、うわ、あ、いっぱいありますね、結構デストロイヤーが、デストロイヤーでもね、ワンテンスティックと、うん、この今から紹介するさおと、あとさっきのマットブルッと、はい、あと、あとなんだかな、あとね、スピニングで1本だけですよ、スピニングの、シャットとかやるさ、はい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 、ウィップトップかな、そんなのやつ、うん、はい、うわペットかな、んかその名前ありましたよね、はい、それだけです。でこれは息止めちゃいますね、これはほらアルカンセついてますね、これが多分一番今年投げたんじゃないですか、うん、巻物が、これあのね、あのこのサウは、はい、もしデストロイヤー巻物のサウなんか一本柔らかめの巻物のサウが一本欲しいなと思ってて、はいはい、でデストロイヤーっていうサウに対して全然そのね、嫌悪感とかなんかないんであれば、はいはい、このデストロイヤーのカスミ611、この竿は絶対一本持っといた方がいいなと思うぐらい素晴らしい音です、はい、あのとても柔らかい、巻物の竿です、はい、すごいあの抜けるようなキャストができて、うん、シュッと投げれます、うん、で僕はこれでポップ X、うん、それからアイバイアイシャット、はい、それから X7 班、はい、それからまあメガバスじゃないルアーで言ったらこれでよく投げたのはショットとか、あと一番軽いので投げたのは自分の大好きなシャットライダーっていうパルサのルアー、これとか、それこそシャットラップの5とかもこれで投げてますね。あの 6フィート11インチ、6フィート11インチってレングスがあるのですごく軽いもの投げやすいです。で、サウもすごくレギュラーデッパーで抜けるようにシュッてこう曲がって伸びてくれるので、これ何でも投げれちゃいます。軽いスピナーベタなんかもできるし、うん、パワーはね、そんなないんですけど、うん、これは今年巻物が一番使ったかな。そして今年一番投げた巻物はアイバイアイシャットだったんで、はい、アイバイアイのタイプ R、タイプ2、はい、この辺をタイプ2、タイプ3、はい、タイプ3かな、はい、をカスミキラワラではかなり投げて、まあ、かなりの数の、キャットとシーバスとそれからラージバスバスとちゃんと釣りましたね、はい、あれいっぱいメガバスの中でもいろいろなカスミに向いた、はい、それこそディープ X シリーズとかも含めて、はい、いっぱいラインナップある中で、はい、アイバイアイなのはなんでなんですか。まあカスミって風吹かない日ってないじゃないですか、はい、で風吹いた時とか当然巻物が釣れるので、はい、風の中投げたいんですよ、はい、ただ護岸とか打ってくると護岸ってこう一方向で永久に一方向なんですよ。まあまあそう、対岸がないんですよね。ないですね、はい、対岸足だったりするし、はい、なると風下から風上に向かって投げなきゃいけないシーンって結構あるじゃないですか、はい、その時に LBO2 っていうのはやっぱすごい風に対する飛距離の あのパフォーマンス取れるので、うん、まあそれを使いたいっていうのも一つと、うん、あとやっぱアイバイアイよく釣れます。タイプ R があるっていうのも大きいですね、はい、R 多分60センチぐらいしか潜れないんですけど、はい、まあカスミキタウラって今それぐらいの水深を狙うのが理にかなってるタイミングってあるじゃないですか。ああちょっと上目を通して下から食い上げた、いわゆる激浅ですよね、はい、そのレンジはやっぱり他のルアーではあんだけのハイピッチで通すものがないので、あで、LBO が乗っていてツコーンとこう飛んでるっていう、はい、でシャットルックなハイピッチなルアーで60センチぐらいの頃を早く巻ける、まあ、チャッターのレンジですよね、はい、
あ、そういう時にチャターは試されたりはするんですか、ストラクチャーに当てたりしたい時とか、うん、ストラクチャーとか推進のあるところのその臨時をやりたい時はチャターを選びます、うん、で今ハイバー AI って言ったらハイバー AI を使うシーンはほぼ1回ボトムにタッチさせてます、はい、ボトムにタッチさせてしまうところではチャターって第一選択を僕は取らないです、うん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 、まあ理由は特にないですけど、はい、自分の直下の結果からそういうイメージでやってます、はい、情報量多すぎスペシャルっていうことで、まだ2時間とかで流すんですかこれ。え、これどうしましょうか。凝縮して30分ぐらい流した方がいいです。いや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 、もういやカットするとこがないですよね前回の。2時間の動画を回されてちょっとチェックしてくださいって僕嫌ですからね。行きますよまた正月早々。そうそう、いやいや、それ変なことは小森さん絶対言ってない。15分ずつに切ってもらって、それを2時間だったら4人かける2で8人で見てほしい、チェックしてほしい。そうですね、 LINE で1回に送れる長さが2分とかなんかそんなもんだったと思うんで、それに2時間の2分ずつぐらいに分けてピロン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 っていっぱい、とにかくぶちゃぶりしてくるんで。コンクルージョン、長くなっちゃったんで他にも話したいことがいっぱいあったんですけども、これゼリコさんまた編集しないで2時間半ぐらい流そうとしてるので、これぐらいでやめておこうかなと思います。まあ、他にも話したい話は小出しにまた、来てもらいますんで。で、まあ、2023年、今年もですね、まあ、皆さんにとって良い年でありますように、心からお祈り申し上げます。本年も応援の方よろしくお願いいたします。